はい。どうも皆さん、こんにちは。ちょぶりです。はい。今日の動画なんですけれども、本日は、見るだけで必ず上手くなるラインブレーカーの使い方ということで、今日ラインブレーカーについて、解説していきたいと思います。はい。まあね、ラインブレーカーといえば、まあ皆さん大好きな、もう本当に好きな言葉は何ですか、まあ座右の銘は何ですかって言われたらラインブレーカーっていうぐらい皆さんラインブレーカーが好きだと思うんですけれども、みんな大好きラインブレーカーを今日私が、解説していこうかなと思っております。はい。で、まあラインブレーカーって、まあ言ったら、まあ、ここは皆さんご存知だと思うんですけど、まあこのプレイスタイルですね。この右下に入れてると思うんですけど、このラインブレーカーだったりとか、ウイングストライカー、2列目からの飛び出しとか、まあ各選手のこういう能力をね、ビルドアップハードプレスとか持ってるんでですけど、フォワードの選手、CF の選手が、このラインブレーカーといって、まあ言ったら、相手のディフェンスラインの、まあ裏に抜ける動きをね、多くする。まあそういう特徴を持ったプレイスタイルを、そういうプレイスタイルを持った特徴、ちょっとよくわかんないんですけど、そういう特徴を持ったのが、ラインブレーカーです。はい。まあ、とりあえず裏にめちゃくちゃ抜け出してくれるよっていうことなんですけど、まあ結構僕動画でも話してるんですけど、まあラインブレーカーって、まあめちゃくちゃもちろんね、皆さんご存知の通り強い選手なんですけれども、片方がラインブレーカーで、片方はね、ウイングストライカーだったりとか、ボックスストライカーだったりとか、そういった選手が、いいですよって話をしてて、まあ理由としては、まあ、ラインブレーカー2枚だと、どっちも裏抜けの動きをしてしまって、まあ、ラインブレーカーでどっちかっていうと、こう、がたいがいい選手っていうよりかは、結構小さめだったりとか、どっちかっていうと足が速い、フィジカル系っていうよりかは、ちょっとこう、ちょこまかしてる系の選手が多いので、なので、片方はボールを収められる選手が欲しいよねっていうことで、例えばこういうデルピエロと、ロナウドとか、もしくは、まあ、デルピエロとか、メッシでもいいと、メッシもね、ボディコンあるでボールを収められるんで、メッシとデルピエロとか、はい。なので、まあこれはまあ僕があくまで個人の意見なんですけど、僕は結構ね、片方ラインブレーカーで、片方はウイングストライカーとか、メッシみたいなね、こういうね、チャンスメーカーだったりとか、まあ CF だと発動しないので、こういう風な使い方をしてます。はい。で、まあ今日は、まあやっていくのは、まあクリップを見て、まあラインブレーカーは、まあここを意識しましょう。ここを、逆に注意しましょうっていうのをやっていくんですけど、ラインブレーカーのまず意識すべきところ、まず先にここで言っちゃうと、動き出し。まあ、これは、言われなくてもというか、いや、それ当たり前のこと言うなって思ってると思うんですけど、本当に動き出しが全てです。はい。で、逆に言うと、この CF に一人でもラインブレーカーいないと結構攻撃きついです。逆に裏抜けの動きがしてくれなくなっちゃう。はい。はい。ということで、まあ、早速クリップを見ながら解説していきたいと思います。裏抜けの動きどういう風に見てるのかっていうのも解説していきたいと思いますので、それではやっていきましょう。はい。それでは早速、ラインブレーカーがね、まあ、うまく機能してるクリップを今日3つほどね、しっかり掘り出してきたので、そちらを見ながら、まあ、解説していけたらなと思っております。はい。じゃあ、まず1個目早速見ていきますか。はい。まずは流しで見ていきましょう。はい。まあ、これ単純なゴールシーンなんですけど、意識してほしいことがたくさんありますね。ビエラで奪う、ネドベド、ビエラ、ネドベド、縦パス、落とす、ルンメ逃げ、デルピエロの裏抜け、コンカー。はい。このシーンになりますね。はい。このシーンなんですけれども、まあ、まあ結構、一般的なね、崩しの形だと思うんですけど、まず、第一に、こういう、フォワードの、例えば、デリペイロじゃない方の相方とか、まあこれは、ルンメニゲは本当は OMF で使ってるんですけど、カウンターターゲットで入れてるので、まあ、下がらずに横にいるんですけど、まあこう例えば、ルンメニゲに入りました。もう片方の CF の、ラインブレーカーだった場合、本当にラインブレーカーの動きだけをずっと見ててほしいです。はい。っていうのも、やっぱラインブレーカーって本当に何度も裏抜けの動きをするので、そのタイミングで、例えば、デリペロが抜け出したタイミング、デリペロが手を上げたタイミングで出すと、ほとんど隠れて通るんですよね。はい。通んなくても事故ったりとか、攻撃のチャンスに非常になりやすいので、まず、この、ラインブレーカーじゃない選手が持った時、まあこれはもちろん中盤の選手でもそうですし、まあ CF の片方の選手もそうなんですけど、結構攻撃のチャンスになりやすいのが、ラインブレーカーじゃない方の CF の選手が持った時に、ここで入った時に僕が見てるのはもうこれデリピエロの動き出しだけを見てます。はい。で、仮にデリピエロに出そうとして、これ無理だったら出さなければいいだけなので、で、動き出した時に、あ、これもいけるなっていう風に、ちょうどデリピエロが抜け出すタイミングで出すと、こういう風に通ります。はい。で、これって意外と、まあ、やれてると思うかもしれないんですけど、意外とね、まあ、この冷凍がなかなか伸び悩んでる方々とかって結構ボールウォッチャーになりがちで、例えばこう今持ってる選手でどうすればいいか、例えばルンメリゲ持った時に次どこに出せばいいか、どこに出せばいいかっていう風に結構視点が迷ったりとかしちゃいがちなんですけど、僕に関しては例えば中盤でボールを持った時、縦パスが入った時とかに関しては、もう片方の CF がどういう裏抜けの動き出しをするのか、逆に裏抜けの動き出しをしないのであれば、じゃあどうしようかなっていう風に考えてます。なのでまず CF の動きを第一優先で見る。で、特にラインブレーカーっていうのは、他のね、ボックスストライカーとかだと、ポストプレイヤーだとなかなか裏抜けの動きをしてくれないんですけど、こういうラインブレーカーの選手は、こういう風に一発で相手の裏を取る動きをしてくれるんで、こういう風に得点につながると。はい。多分これはラインブレーカーじゃなくて、今の動きはない、この動きはないですね。はい。なので、これがまあ一番のラインブレーカーの良さなのかなと思います。はい。で、まあ逆にこういう風に出すタイミングを間違ってしまうとオフサイドとかになってしまったりとか、そういうこともあるんですけれども、別にね、オフサイドになってもカウンターって食らわないので、別にオフサイドになる分には僕はいいと思ってるんで、まあ中盤だったりとか、肩もシールを持った場合は、必ずもう一人のラインブレーカーの動きを見るっていうのは重要なんじゃないかなと思います。はい。ってことで、次のクリップ見ていきましょう。はい。続いて2個目のクリップ、こちらになります。それではちょっと短いんですけどね。どうぞご覧くださいませ。ベッケンバウアーからロナウド。はい。中堅シュート。うん、これめちゃくちゃシンプルですよね。めちゃくちゃシンプルなんですけど、これもめちゃくちゃラインブレーカーの良さが出てて、まあこれ本当にね、言っちゃデリピエロマジめちゃくちゃ強いからね、本当に。デリピエロを使った方がいいですよ、本当。で、まあ、ベッケンからロナウド入って、もう本当シンプルなんですけど、で、最初このロナウドに対して、ここの CF1 枚が釣られたと少し、カーソルを合わせてて釣られたと。で、釣られちゃったことによって、その CB の裏のスペース若干空いてますよと。そこに僕別に操作しないんですけど、勝手に AI のデリピエロが走ってこういう風に斜めの抜け出しをしてくれて、ちょっと若干出すタイミング遅れたんですけど、うまくオフサイドに引っかからず、出して中堅シュートと。はい。なので、これもさっきと同じパターンなんですけど、こういう風にロナウドに入ったシーンですよね。言ったら、2トップのラインプレーガーじゃない方にボールが入ったシーン。はい。そういったシーンっていうのは、見るべきところは、まず前。まず片方の CF の動き出しを見る。で、この CF に出せないのであれば、こういう風に中盤だったりとか、後ろの選手にもう一回預けて攻撃を作り直すっていう形でいいと思います。はい。逆に裏抜けの動きをしてないのであれば、一回足元に預けるでもいいかもしれないんですけど、ラインブレーカーの選手ってほぼほぼ裏抜けの動きをするので、ボールを持ったら、まずラインブレーカーの選手を見る。はい。で、その選手に出せるか出せないかっていうのはまあ自分で判断して、僕は多少無理にでも出しちゃっていいと思います。ロナウド入る。まず僕が見たのはここ。もうここで一切、こことかも見てないです。ここの選手とか、ここの選手とかも見てないです。もうここの選手の動き出ししか見てないです。で、本当に、これ前作ぐらいからそうなんだけど、この裏抜けの動き出し、ラインブレーカーだったりとか、2列目からの飛び出しの選手が、これ抜け出したタイミングに合わせて、サンクルスルーパスとか出すと、マジで通る。マジで通るか、マジで事故る。から、攻撃に伸び悩んでる方は、マジでそれやった方がいいと思います。もう一回見ていくと、はい。ベッケン、ロナウド、デリピエロ動き出してる。まあこれ本当にすごいゴールとかじゃなくて、もちろん簡単なゴールだと思うんですけど、そこが見えてないと、まあできない得点だと思うので、本当にまずラインブレーカーの動きを見る。まあこれ口うるさく何度もね、言ってますけども、見てほしいなと思います。はい。で、2個目終わったから次、じゃあラスト。はい、ラスト見ていきたいと思います。ではでは、はい、やってまいりました。3つ目でござる。さあ3つ目やっていきましょう。3つ目、相手のボールをここでどんなルームは、どんちゃんしっかりキャッチしていく、転がす、はい、ギャップ当てる、これ奇跡的に通る、はい、デルピエロ、メッシ、で、ネドベド、はい、デルピエロ。で、ニアと。はい、このシーンになります。このシーンね、この間の、これほんと昨日放送の動画でもこのゴールシーン使ったと思うんですけど、これって結構ね、ラインブレーカーの差とか、まあ、奥の深さが出てるシーンで、ちょっと返していくんですけど、クライフに当てて、一回ネドベドに落とすじゃないですか。で、こっから、デルピエロに当てて、って、まあ、ここの状態でね、まあ、メッシが、ラインブレーカーではないっていうのもありますし、まだ、相手自陣の深い位置ではないっていうのもあるんですけど、こっからまずスルーパス結構無謀っすよね。ファンダイクにも絶対追いつかれるし。で、メッシじゃ多分ここじゃ勝てないと。はい。ということで、一回足元に当てます。一回足元当てて、僕先ほど言ったんですけど、CF の片方、ラインブレーカーじゃない方に当てたら、もう片方のラインブレーカーの動き出しを見ましょうと、はい、言ったんですけど、ここで、この状況って、デリピールの裏狙える状況ですかって時に絶対狙えない状態じゃないですか。はい。で、こういう時に、まず初めてもう片方の CF の動きを見て、あ、無理だなって思った時に初めて他の選択肢を考えます。はい。で、ここの時点で、まずデルピロって選択肢は潰れてると。潰れてるってことで、どうするのかっていうと、じゃあこのデルピロが、まだこの深い位置、低い位置にいるんで、ここのラインの、ここのエリアまで来るまでどう時間を稼ぐかっていうもう考えなんですよね。デルピロがここにいるから、まあ、デルピロこれもラインブレーカーだからどんどん上がってくるんで、って言った時に、じゃあここの選手を使うか、ここの選手を使うかっていう判断になるんですけど、まあもちろんデルピーロに近いこっちの選手使った方がいいので、ここに当てます。で、ボール入った頃にはデルピーロはもうここのラインにいるので、で、なおかつ相手の CB がボールウォッチャーになって釣られてるので、そこの裏のスペースが空いてくると。で、裏に出せると。はい。もうこれはちょっと若干応用的な感じになるんですけど、だからこれが、こうもう片方の CF に入った時に無理だった場合ですよね。裏が取れなかった場合。そういう時どうするのか、そういう時に初めて中盤を使って、もう片方のラインブレーカーが上がる時間を稼いであげると。はい、こういったシーンになります。で、なおかつ、ここでネドビドに入った時、ネドビドに入った時は、もうデリピロの動きしか見てないですよ。ここで入った時に、ここでプジョルとか頑張って上がってきてくれてるけど、もうお前の頑張りは無視。もうプジョルはガン無視。もう見てるのはデリピロの動き出しだけ。で、ここで、例えば、デリピロは絶対もうオフサイドラインにいるとか、あ、相手が裏ケアしてますねっていう時。これ相手が今これ食いついてるから裏空いてますけど、例えばここでもっと早い段階で相手が裏ケアしてて、絶対にデリピューじゃこれ間に合わねえっていう時に初めてプジョルを見るみたいな。まず自分の中で、優先順位付けをした方がいいかなと思います。まず CF を見る。まず CF、まあ一番なんで CF を見るかってもちろんそれゴールに近い選手だからなんですけど、まず一番ゴールを奪う、まあ、ゲームなんで、まずゴールに近い CF の選手を見る。それで無理だったら、他の選択肢を考えるっていう、策をしていただけると、得点力が皆さんもっと爆上がりするんじゃないかなと思います。ってことで、本日はラインブレーカーについてやってきました。はい。皆さんがね、もう大好き、親の顔より見たラインブレーカーの選手たちの顔だと思うんですけれども、これからでもね、私はラインブレーカー愛好家として、活動していきましょうということで、以上、ラインブレーカー愛好家のチョブリでした。はい。てな感じで、こんな感じで毎日小酒の動画とか、解説の動画上げておりますので、皆さんぜひね、コメント、高評価、チャンネル登録の方参考になった方よろしくお願いいたします。マジでね、拡散とチャンネル登録、あと高評価、本当に嬉しいんでよろしくお願いします。ではでは、明日の動画でまたお会いしましょう。じゃあねー。